ミーガン・パークはカナダの女優、歌手、映画監督。テレビシリーズ、The Secret Life of the American Teenager のグレース、ボーマン役で知られている。オンタリオ州リンジーで生まれたパークは6歳の頃から小さな役で演技のキャリアを始めた。オンタリオ州ロンドンにあるオークリッジセカンダリースクールに通っていた。また、オリジナルキッズシアタープログラムにも参加していた。 彼女が初めて大きな役を演じたのは、ライフタイムのシリーズ、アンジェラ・エスアイズへのゲスト出演と、インディーズ映画、チャーリー・バートレットの男子トイレ相談室での脇役だった。パークは、ディズニーチャンネルの人気ファミリー番組、ライフ・ウィズ・デレックにゲスト出演し、デレックの恋の相手であり、マックスの元ガールフレンドであるチアリーダーのエイミーを演じた。これまでの最大の役どころは、 ABC ファミリーのザシークレットライフオブザアメリカンティーンエイジャーシリーズで主人公の一人であるグレース・ボーマンを演じている。グレースは保守的なクリスチャンのティーンでシアリーダーでもあり、ボーイフレンドと一緒に結婚までの純潔の誓いに悩んでいる。2013年、パークはシットコム・アンデーティブルの日記役をブリーがヘロンに奪われた。ヘロンは当初、 この役にキャスティングされていたが、彼女が出演していた、ホームコメディ、グラウンドフロアが第2シーズンに更新されたため、継続できなくなったと考えられた。そのため、一旦パークが代役に立てられたが、ヘロンのスケジュールが調整され、両方の番組に出演できるようになったため、ヘロンがこの役を取り戻すことになった。2014年、パークは、ビルキャノン監督のホラースリラー映画、 ダークハウスでジュールスを演じた。2009年、パークは歌手のコディカラコとバンド、フランクデラルを結成し、彼女は歌とベースを担当した。2010年、パークは女優業に専念するためにバンドを脱退した。また、タイラー・ヒルトンと一緒にアメリカのカントリーミュージックグループ、グロリアナのミュージックビデオ、グッドナイトに出演した。2006年7月、 パークは、チャーリー・バートレットの男子トイレ相談室の撮影現場で出会った俳優喧嘩歌手、タイラー・ヒルトンと交際を始めた。2013年12月に婚約し、2015年10月10日に結婚した。2019年12月20日には、娘のウィニーが誕生した。ありがとうございます。